こんばんは、もう夜です。はい、社債償還の目安としまして、株価と社債の売り単価を使えばいいかなと思ってます。ソフトバンクグループの決算解説の深掘りでございます。赤字の影響をね、ちょっとチェックしてみましょうよ。株価と社債単価が一体どうなったのかってね。で、この赤字を受けて、株式市場と債券市場が反応したわけですね。で、株価が高いかなと思ってたんですけども、正常化に向かっているような感じ。ソフトバンクグループディスカウントってありますよね。そこについての状況を見てみましょうか。これから、社債の売り単価も赤字を受けてどうなっちゃったのかしらって、下落してるように思うんだけど、どうですかねって。で、株式市場も、社債の債券市場も、両方をね、睨みつつね、倒産騒動が起こる目安ね、どんなもんなのかってことについて当たりがつくわけですよ。ここら辺の考え方をシェアさせてくださいね。一応私ね、元会計士をやってましたので、気分で倒産するとかいう人がいっぱいいてね、過去20年にわたり、で数字でちゃんと判断してよっていう、そういう思いがございますので、ここについて詳しくね、お話しさせてください。はい。まず1個目いきますね。ソフトバンクグループディスカウントはどうなったのよという話から入ります。コメントありがとうございました。円高はマイナスよと。で、株価のディスカウントがなくなったのが僕意味っていうのがね、一番怖かったってことで、ここを今回しっかりね、フォローさせてくださいね。で、ほら、孫さん出ないの寂しいよねってね。で、過去動画を見てそんなやつありがとうね。見てくれてありがとう。で、マイナスだけどゆっくり円高なら大丈夫よ。孫さん手打つからね。急騰だとね、まあ手が回らなくなってね、やばいんだけど。で、ここなんですよね。株価はね、この前7000超えたでしょ。なんじゃこりゃということになって、ディスカウントが思いっきりなくなっちゃった時期があります。でもね、案の定ですよ。やっぱり株価下がってきましたね。ここらの仕組みについて考えてみましょうね。孫さん、早く出てくれるよね、説明会ね。で、はい。異常な状況で株価戻って下がるね。その理由についてちょっと見ましょうね。で、あとほら、過去動画見ていただければ嬉しいんですけれども、やっぱり最新の状況を加味して、リメイクするような感じでご提供させていただくのがいいのかなって、自分で勉強してるんですけども、それをシェアする感じに今なってましてね、自分のための勉強なんですよ、これ。それをね、皆さんにも見ていただくのがいいかなって思ってます。はい、本日の前場、10月あたりからの冷やしをね、取ってきたんですけれども、こりゃ、7000円これ異常な高い値段。当時分かんなかったんだよね。決算説明でね、仕掛けがバレたんだで、そしてガクンと落ちたんだけど、異常な高値。ナブがそんなにね、高くないにもかかわらず、7000円っていうのが不思議だったわけですよ。ナブが15,000〜16,000だったらね、正常なんだけどね。これちょっと詳しく言いますよ。ナブの 74% まで迫る株価ってね、こんなこと過去になかったからね。で、6000円でもね、やっぱり高いわけですよ。私この辺で落ちると思ったもん。で、上がり続けちゃったのがね、よく分かんなかった当時。で、理論値の株価も出てるんですけど、後で見ましょうね。4000円割れてるんですよ、実は。私もそのぐらいかなとちょっと思うんですけれども、ここをこれから紐解いていきますね。で、ほら、この前の決算説明会の時にさ、ナブの金額をね、出してくださいました。12月末で9470円なんですって。でね、これまで私の経験上というか、大体ナブの跳ねたんですよ、株価って。で、まあ、9472を使わざるを得ませんよね。だって、数字わかんないもんね、これしかね、ないもんね。ちなみにナブって手持ちのソフトバンクグループが持っている株を全部叩き打って得られた金額から、負債を引いてね、純粋に手持ちでこのぐらいお金あるぜ、このぐらい財産持ってるぜっていうような感覚で の金額がナブよ。その1株あたりの、まあ、純資産的なものの考え方をするところの、9472円に対し、孫さんずっとさ、株価が安すぎるって言ってたんだけど、なんとナブの 74% まで迫ってたわけですよ。7000円ってね。なんじゃこれと。実はものすげえ自社株買いがあったってことなんですけども、まあ、当然続落、この続落というか、前々回の決算発表という言い方かな。2級の決算発表の後ね、ズドーンと落ちて、
で、今回の、3級の決算の発表の後も続落がドーンと落ちたんですけどね、今後も落ちるような気がするのは、ナブのディスカウントを考えてでございます。で、この、ほら、続落前の6328ね、2月3日においても33% 程度のディスカウントしか入ってないからね。だから、ナブのディスカウント割合から言うと、えらい割高なわけですよ。で、この7000円に上がった理由っていうのも、これもね、皆さんご承知の通りです。ものすげえ自社株買いを行って、強引に株価を5000円から持ち上げてたからなわけですよ。はい。で、これね、10月17日までで、この1兆円の残ったやつを全部買い切って、多分2週間程度でものすごい金額買ったんだと思われます。その後よ、来年の8月8日まで使える、株価が落ちた時の防衛ラインとしての、ね、役割を担う、この自社株買いの枠をさ、全部使いやがったの。おそらく11月の2週間、第1週、第2週でこれ4000億買ったんじゃないかと思われるんですけどね。まあ、ものすごい自社株買いをやったわけですよ。ごく短期間によ、何千億円も買ったのよ。そりゃ株価上がるよね。で、ほら、こんなような形で10月1日からさ、5000切ったところからさ、ボーンと上がってるじゃないの。一気に7000円までね。で、異常に出来高も増えてますよね。で、まあ、こんなような状態で株価を持ち上げつつですよ。まだ6000近辺をね、うろうろしてるっていう状況ですよ。まあ、市場は楽観視してるに思いますね。で、こんなような状況で本決算を迎えたら一体どうなるのでしょうかっていうことが私の懸念でございます。では今度はね、社債の方の単価からね、見ていきますよ。債券市場で、今回の決算発表、どういうふうに受け止めたのかってことなんですけどね。株式市場が楽観的であるならば、当然ね、社債の市場も楽観的になるのかなっていうことがね、なんとなくね、推察されるんですけども、見ていきますね。はい、1月15日にね、こんな、動画作ったんですけれども、楽天とね、ソフトバンクグループの単価を比べてみたんですよ。その時にその単価の比べ方、単価の調べ方についてちょっとね、解説しました。それからね、その当時、ソフトバンクグループの、その、社債の単価についてもデータが残ってるんで、これも活用しながら今回ね、ちょっと、時系列的にね、解説させていただければと思います。ちょっと復習しますね。期末債市場なるものがあって、日本証券業協会が日々の取引を公表してくれてます。主だった証券会社がさ、取り次ぎして、売りたい人、買いたい人の 中を取り持つと、手数料を中抜きしながら取引を日々行ってます。これが日本の債券市場ですね。で、これはしっかりね、開示されるようになってます。日本証券業協会に日々報告させて、それを証券業界の方でまとめて公表するような仕掛けがありますので、ぜひ皆さんこれ活用してくださいね。簡単ですからね。ここにアクセスし、これを8クリックすると、こんなのがぽよよんと出てくるので、ここをオリアとクリックすると、こんなのがぽよよんと出てきます。そして、ここをオリアってクリックすると、こんなのがぽよよんと出てきて、ここをオリアとクリックすると、こんなのがぽよよんと出てくるって感じですね。私は PDF をよく使います。ここをクリックすると表がポヨンと出てきて、ちょっと拡大したのがこんなような感じです。2022年の11月25日のデータを今回ちょっと使いましょうよ。時系列で追っていきますよ。はい。これね、ソフトバンクグループの特徴としまして、償還がもうあと2年以内になると大体プレミアムがつくんですよ。100円で買ったものがもっと高く売れるからね、実質の金利が上がっていきます。で、これよく使うんですけれども、当時ね、6000円ぐらいの株価の時に、ちょっとディスカウントになっちゃってるっていう状況ね。これ、ちょっと覚えておいてくださいね。昔から持ってたんですけど、途中売却したことがございます。まあいいや、とりあえず前に行きますよ。なんで2年以内になるとプレミアがつくかというと、財務方針としてさ、これがあるからですよ。少なくとも2年分の社債償還資金を保持します。だからあと2年になったらもう安全圏に突入ってことで安心していられるわけですね。ただね、これがね、崩れていくの。ここもちょっと注目してくださいよ。劣後債の単価が次のデータで崩れますからね。ほら、全部95、95、95ですよ。100円で買ったけど95円ぐらいでしか売れなくなっちゃって、ディスカウントされるっていう厳しい状況になるんですけれども、11月25日の状態が1月16日になると悪化します。
まずね、悪化の1個目、2年以内に召喚されるものでも、ほら、100円割っちゃったでしょう、割引になっちゃったっていう形で、債券市場が厳しくね、ソフトバンクグループを見るようになったわけですね。それからここね、劣後債の、単価が下がっちゃってるわけですよ。さっきほら95だったんだけどね、もう93、93、93でしょう。だからね、はい、劣後債がとてもよろしくない状態、評価が下がってるって感じになってるわけですね。で、この前出たほら 2.84 の、そのすごく高い単価の社債も割り引かれてて98台ですよ。で、こんなような状況が1月16日だったんですけれども、この前の決算発表を受けてどうなったか、本日の状況を確認しましょう。なんと改善されているという状況です。でね、嬉しいことに、なんとほら2年以内の召喚になるものについては全部プレミアム100円以上で売れるようになってるでしょう。だから2年以内のプレミアムが復活した状態になっております。それから劣後債の状況なんですけれども、若干ですけどね、ほら改善が見られてますね。これはいい兆しでございます。そして、劣後債改善傾向に加え、この前買ったこれね、99.5 でね、単価がね、改善してるって状況が見られます。だからね、株式市場が楽観であると同時に、社債市場においても、ソフトバンクグループの社債を楽観視してくれてる感じかな。でもこのままではね、収まりつかないだろうね。でね、だから本決算に備えるためにこの動画を作ってるんですけども、はい。はい、両方市場から見る倒産の目安は、倒産騒動が起こる目安ってね、そんなような感じでちょっと、ね、見てくださいね、うん。で、2月8日にこんなの作ったんですけれども、大幅続落って変わる、でもそれでも割高なんだよってね、倒産騒動に備えよっていうところで、ちょっとここの使える部分を今回ね、ちょっとね、もう一回復習しつつね、前に進めますね。大幅続落でも実は割高よってね、ナブから見ると高いもんねって話をちょっと使いたいわけですよ。で、同じぐらいのね、損失が出るんだったら同じぐらいの株価になるかなってことで、ね、ここの防衛が無理よってところについてもちょっと重要なんでね、もう一回復習しましょうね。で、ほら、実は、第3クォーターで、5兆円ぐらい実際損が出てた頃を、会計操作をうまく使って会計戦略でさ、アリババ4兆円の引き出しをぶつけることでなんとかね、1兆円ぐらいのさ損失に収めたわけですよ。大体実力からするとね、5兆円だったんだけど、会計的な戦術でうまく乗り切ったって感じなわけですね。で、おそらくね、本決算の損失で 1から2兆円ぐらいになるのかなっていうことが予想されるわけですね。で、過去の状況をちょっと鑑みるにですよ、2022年3月期の時に2兆円弱の純利益のマイナスになったんですけれども、まあ、純損失ですね。この時はね、倒産騒動起きなかったんです。なんだかというと、自社株買いをガンガンやられるような防衛ラインが敷いてあったんで、まあ、自社株買いで救ったわけですよ。で、その2年前ね、2020年の、3月期、この時1兆円ぐらいの大赤字が出たんだけども、ここですよ、倒産騒動が起きたの。で、今回の本決算でまた1、2兆の益が出るわけですね。まあ、こんな感じかな。ここは超えてくるかな。まあ、同じような騒動が起きてもおかしくないでしょ。で、ここで恐ろしいのがね、これ2022年、の頃っていうのは、ここに自社株買いの防衛ラインがしっかりあったわけですよ。でも先ほどね、ご説明した通り、もう自社株買いの枠は全部ここで使っちゃってるからね、もうこの防衛ライン消えちゃってるわけですよ。消滅で、その今お金貯めて守りを固めてるから、株価を釣り上げるための自社株買いなんてもうできないですよ。で、これなくなっちゃってて、ここね、4000円を株価が割ると倒産騒動が起きた経験がありますよと。だからこの倒産騒動の勃発ラインが今むき出しになってるわけですね。こういう恐ろしい状況にはあるわけです。で、ちょっとこれデータ更新したんですけれども、本日のお昼13時1分の状態で、AI の株価診断が3793円で出てるんです。当たるかどうか知らんけど、ああ、これ AI って頭いいのかしら。私こんな感覚なんです、実は。で、このね、3
4793っていう金額が私は好きなの。いろいろ書いてあるんだけど、その理由はさっぱりわかりません。でも金額はなんとなくね、これピンとくるんです。ここちょっと解説しますね。さっきこんな話しましたよね。で、この続落直前が3628なんだけど、だいたい4割引きぐらいするとさっきの理論値になるんですよ。これ何を考えてるかというと、この期末本決算の後にこのぐらいになってもおかしくないんじゃないかっていうことを申し上げたいんですね。多分ナブがどんどん減っていくだろうから、まあ、仮に3末でナブが8000円ぐらいまで下がったとして、3797っていうのはだいたい5割引きぐらいなんで、まあ、しっくりくるわけですね。で、株価が4000円割ってくると、社債単価も88円にまた戻るのかなっていうね、ことを考えております。この88円というのが私が経験した社債単価でございます。はい。で、もう一回先ほど直近の単価表に戻りますよ。こちらなんですけどね、今 99.62 なんですが、この債券、私かつて持ってたやつ、途中売却したんですけれども、ソフトバンクグループが倒産騒動の時に、この債券の単価が88まで落っこちました。で、まあ、だから同じような倒産騒動が起きた場合、今90円割ってくるんだろうなと思うんですけれども、逆に言うとね、あの大騒動の時にこのぐらいだったわけですよ。で、結局元気に復活しましたからね、ところね。このぐらいまでだったら私は安心なわけですね。社債償還の目安として、そんなビクビクこう怯える必要がないぞっていうところの私の経験上の目安としてはっていうことなんです。絶対じゃないですけどね、私の感覚をちょっとこれからまとめて申し上げますね。はい。実質5兆円の損失を会計戦略を上手にね展開することで、まあ、1、2兆の赤字に収めるような形で本決算で、型がつくのかなってね、思うんです。皆さんどう思われます？1、2兆の赤字だったらね、かつて倒産騒動が起きたんでまた起こる可能性もありますよね。で、3兆の赤字で大体ほら予想はつくんだけども、本決算でね、このぐらいの赤になるんじゃないかっていうことが予想つくんだけども、でも株価は全然落ちてないわけですよ。まあまあ下がりましたけど、私がナブの感覚からするとまだ高いかなと。で、債券単価もね、全然改善方向に向かってるからね。だから株式市場も債券市場も、まあ、楽観的な見方を今してるのかなとちょっとね危惧してるわけですね。でもと当然ね、アーム上場までこぎつけりゃ、まあしばらくは大丈夫というか、もう安泰にまたなるんですけれども、それまでにきっと大崩れすることがあると思うんですよ。特に次の本決算の後とかね。まあ、このまま株価がさ、回復してくれりゃいいですよ。ナスダックとかがピヨンとね、跳ねてくれればいいけども、そうもうまくはいかないと思うんですよね。ごめんなさい。で、もし仮に大崩れしてるようなことがあったとしてもですよ。株価が4000を優に今上回っていて、それ単価も88円大きく上回ってるからね。だからね、この株価と先ほどの債券の単価を頼りにして私は測ってるわけですよ。で、株価が4000割れず、単価、例のさっきの申し上げました、社債の単価が90円以上であるならば、私はもう安心して眠れます。皆さんどう思われますかね。まあ、一つの基準でございます。参考にしていただければ幸いです。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。